じゃあ張り切ってデイキャンプに行きましょうか。はい、行きましょう。はい、ちょっとこっちゃんが マスク落として踏んだ。え、持っていこう。Of who I am when you're far away, and I feel like I'm running in circles around you. Mm. And I know I've been acting strange for a while, but I want you close. きました。はい、着きました。今日は少ないね。うん、少ない。ここでいいよね。うん、じゃあ始めましょう。はい、久々のアイアンハンガーだね。うん、久々だ。やっぱりいいわ、かっこいいよね。うん、こんぐらいでいいかな。うん、いいかもね。うん、それでもちょっと多かったけどね。ちょっと手が逆だった。ああ落とさないようにしてたのに結局落とすっていうね。最悪の結末になる。こっち、はい、あーいいね、匂いがいいね。ね、これさ、倉庫に入れてたんだけどさ、うん、多分ね、ネズミがかじってんだよね。え、そう、うん、穴が開いてる。うん、いるもんね。ネズミ捕まえようとしてさ、うん、あの木でさ、うん、こう、なんていうのか、ちょっとずつ追い詰めていってさ、うん、なんていうのかな、こう木で囲ってさ、うん、こっち壁で、うんうんうん、こっちも壁があって、うん、木でちょっとずつこう囲っていったのね、うん、ネズミこう行ったり来たりこうしててさ、うん、あ、やばいやばいやばいってどんどん狭くなっていって、うん、で俺らもまあ捕まえようと思ってさ、あともうちょっとと思ったらさ、うん、ネズミ一番最後にパッこうやってさ、うん、上見てからさ、うん、ジャンプしたからね。頭いいよね。人間より上を行ったね。だからよ。さすがだよ。これプリンプリンじゃん、みかん。美味しいみかん、うん、みかんマスターだからね、うん、見ただけでね、美味しさがわかる。みかんマイスター。まあマイスターか、その地を長女が受け継いでるね。いや、これ絶対美味しいよ、このみかん。だって高かったもんね。プリプリだよ。高いもん、これいいの買っちゃったから。うん、だって安いのを手に取ったら、あ、それはちょっと微妙だよって言うからさ。でも微妙なのを食べるよりもさ、うん、
100円高いけど、うん、美味しいの食べた方がいいなと思って、うん、いつもは絶対買わないんだけど私。あ、ほらめっちゃうまい。美味しい、うん、よかったね。甘い。いや、キムタクにはなれない、うん、キムタクじゃないよ、坂口健二だ坂口健二か、なんかキウイのか、あ、甘いいい匂いがする。コーヒーでしょ、うん、でしょ、うん、めっちゃいい匂いだよ。あ、あったかいね、あったかいね、うん、こっちまでちゃんとあったかさが伝わってくる。あったかいし、日差しもなんかいい感じだ、うん、嘘やでしょ。苦味はあるでしょ。苦いのが大丈夫だからかな、あまりわかんない。あ、そうなの。うん、まあちょっと苦味があるかもね、うん、苦いよ、すごい。ご飯炊く？まだおしるこする、うん、やっと私今ちょっとゆっくりしたんだよねわかる？あ、やっと私ちょっとこうゆっくりあってなって、うん、さっきからゆっくりしてる人にはわからないよね助かってますよ。いいこと、ありがとうございますね。絶対思ってないとりあえず言っときゃいいやって感じでしょ今の。ありがとうございます。手ぼっくり拾って何すんの。燃やすの。あ、燃やすの。手ぼっくりってすごい燃える。そうなの。お、ほらほらほら、油が出てきた、ほら燃え方。豆から作るっていう話もしたんだけど、うん、ちょっと今回はキャンプにも行きたいけどちょっと時間がないっていうことで、そうそうそう、手軽にできるこの缶詰の小豆を買ってきました。で、餅は焚き火で焼いて、うん、食べようか。そうだね。で、今10時、何時？今10時11分、休憩だね、休憩だから、うん、まあお昼ご飯前なんだけど、うん、ちょっとここで特に朝ごはんも食べてきてないからね、今日はね。ああ、そうそう、ヨーグルトしか食べてない。そうそう。じゃあ僕は焚き火の前で休憩しててもいいかな。ずっとだよね、ずっとしてるよねいや、今、ダメ。今もだってもう 10時で休憩やって、ゆっくりして EK 的なこと言ってるけど、うん、ずっとゆっくりしてるけどね。だってお汁粉美味しいよね。で、お汁粉はもうこっちでちょっと煮詰めていこうと思います。ね、バタバタうるさいんですけど餅焼こうか。うん、餅焼きましょう。何個食べる？2個。私も2個。2個で足りるかな。でもめっちゃいい匂いがするわ。昔あずきちゃんってアニメやったよね。あった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 。あのお下げしたでしょ、女の子。うん、あら、下の方なんか焦げてる。何？餅。え、嘘だ。うん、嘘だ。マジマジ。下の方って、あ、本当だ。こっちもだ。こっちがだ。あ、でもいい感じだ。ほら、くっくりになるんだよ、これで。手でひっくり返す人いる？あ、ぷくーってならないのかな、の漫画みたいにぷくーって。ね、なってほしいけど。うん。そこ、くるんくるん回せばいいよ。火力がちょっと足りないか。でも、そんなね、強い光で。どう？まだまだ
うん、まだだよ。さっきひっくり返したけどね。まだ。ゆっくりだよ、多分。ゆっくりゆっくり。もうちょっと火力が強くてもいいかもよ。やっぱり焚き火がかりがちゃんと働かないとダメってことか。はい、カメラお願いします。やっぱり重要なポジションなんだね。そうだね。でも、私でもできると思うよ。ね、ここは任せられない。まだ。あ、ほら、こっちほら、ふっくらなってきだした。どうぞ。あ、美味しそう。でもまだ柔らかくない。いや、ほんと美味しそうだ。うん、柔らかくはないよ、まだ。多分もうちょっとね、ぷくーってなるはず。ぷくーって、うん、怒った時の俺ぐらい。あ、そんな可愛くないじゃん。ぷかーって。だって私基本怒らないもんね。超温厚な人間だから。自分で言う。でも怒らないよね。あんまりね。私も怒らない。ないが。何見てらっしゃるか。温厚な人間なんで。自分で笑った。になりたいなって。いつから？いつから？いや、なれない。そんな簡単に人は性格が変わりませんから。変わりますよ。変わりません。そんなん土、37年間培ってきた性格がそんな一瞬で変わったら苦労せんわ。餅を入れて煮込みますね。はい。もういいでしょう。ぷっくりなったでしょう。すけさん、かくさん。参りましょう。だ、参りましょうって言うけ。すけさんがさ、参りましょうじゃないけ。なんだっけ。参りましょうっていうか、もういいでしょうじゃない。ね、参っちゃダメでしょ、まだ。曖昧な記憶でしちゃダメだね。芝居と後はもういいでしょうだよね、大概ね。スケさん、カクさん、超強いもん。うわ、うまそうね。うん、絶対おいしい、これ絶対おいしい、絶対おいしいよ。やば、これはおいしいわ。いや、とりあえず食べてみて。いや、食べていいの？うん、いいよ。うん、おいしい。うん、食べて。うん、俺も食べよう。めっちゃおいしい。これ使ってんの？うん、やっぱり3つぐらいずつ食べればよかった。え、俺の餅狙ってる。めっちゃ見てたけど、こっち食べることが楽しみなんだから。これ？うん、もうちょっと真ん中らへん。こんなんでいいの？うん、あー、パッチンパッチン。うん、あ、絶対中間。何をするかと思ったら、じゃがいも煮込む。食べるっていいよね。キャンプの楽しみってやっぱり食べること。非現実的ってことじゃない。外で、うん、私も食べることっていうよりも、まあそれもなんだけど、うん、非現実的だからいいのかなと思う。時間を大切に。そうそうそう。じゃがいも煮込みます。少しね、はい、火を通してから焼こうか。うん、ここのさ、
この焚き火台から高さがあるでしょう、うん、だからこんな感じで隙間が多いから、うん、この隙間がさ、うんうん、中にこの薪を入れたり出したり引っ込んだり火力の調整がねしやすい。本当だね。蒸らします。焼けばいいけ、こっちで焼き火台の方で、うんうん、どっちがいいかな。どっちでもいい、まあ、ちょっと焦げ目をつけるぐらいだからね、うん、まだやな、全然まだやな、硬い、うん、まだもうちょっとね。もうそのままどんどんでタバコ乗せるんでしょ。うん、乗せる。そうだなぁ。なんだろうね、こういう簡単なやつでもすごい美味しそうに見えるよね、うん、家じゃさ、全然大したことないのにさ、うん、外でするとさ、うん、大したものじゃなくても大したものになるよね、うん、うん、よし、ちょっと蒸そうかな、うん、ちょっとじゃがいも大丈夫？すごくうまそうだね。君はじゃがいも。はい、カメラお願いします。よし、じゃあ開けますね。はい。真っ黒。手が。本当だ。なんで？わかんない。わあ。もうちょっとかな。ここで塩コショウ振ろうかな。はいはい。塩コショウじゃシンプルすぎる。いいんじゃない？いいよね、うん、じゃあサムネ撮る？その鉄板持ってやけどさせたいのそんなバカじゃないうまかったってしないでしょ学習してるわわぁ上手じゃん。すごいいいね。すっごいよ。めっちゃいい感じに溶けてる。うん。すごい。ちょうどよかったんだ。びっくりするぐらい上手に溶けてるわ。すごい。焦げもなく。本当だね。100点だよ、100点。少し硬いかな、でも。なんか。食べてみたらちょうどのやつじゃな。うん、いやでも全然いいよ。あ、めっちゃ美味しいじゃん、うん、私たち好みのさ、うん、炊き具合だね、うん、痛い。本当に多分やけどだ。マジヒリヒリする、うん、ここが痛い。普通わかるでしょ。何度目ですかそれ。普通わかるでしょ、何度目ですか。ケトルのここですら熱いのにさ、熱くないはずだね。言ったよね、さっき理由を、ね、何も考えてませんでしたって言いましたよね。信じられない。私も信じられない。自分でも信じられないから他人はもっと信じられないと思うよ、うん。Babe, here I am. Why?
Thank you.